どうもです <laughs> いやーやっぱりね一番こう月曜日がねここちょっと F1 が週末続いてるんでね、えー、なんかちょっと寂しいなという感じがしますが、えー、まあ今回ね F1 で、えー、ちょっとね私もあまりこう普段 えー、見ることがなかったんですけどたまたまちょっとメインにした、えー、F1 のまあ,あのメインでね F1 のレースーまあそういうね、えー、大会として週末あるんですけどその時にまあ一緒に何、まあ、て言うのかな前座的なあのサポートレースというね えー、まあメインは F1 なんだけどもそれ以外にいいサポートレースまあこれは一般的にねよく知られてるのはやっぱり F2F3 というカテゴリーの F1 を目指してる人たちの登竜門ですねステップアップをしていくカテゴリー、まあ、そのレースが行われることは多いんですが、えー、今回はですね 実はその F2F3 ではなくて今回2つレースが行われてました、えー、ポルシェスーパーカップというそれの第2戦とあとダブルシリーズこれはウィメンズシリーズですねウィ,ウィメンズシリーズ、うんえー、要は女性ばっかりのドライバーのシリーズこれが行われてました あのまあ,あの普段ね結構今までは割とこう F3F3 とか F2 とかそういうレースがねあるっていうのはもう F2 とか F3 もね結構ねうんあの去年は F2 で角田選手がね走ってたんで。 えー、結構ね F2 とか見てたらあのまあどっちかというと車そのものはワンメイクのフォーミュラーカーみたいな感じなんで、えー、エンジンとかも基本的には一緒なんでね、えー、そのまあそういう意味ではドライバーのやっぱりこう本当に速さとかテクニックとかそういうのがこう見やすいので出やすい。 なのでこう面白さを感じるというレースも中にあるんですね。で、まああの今回 F2、F3 はなかったんですが、えー、ポルシェスーパーカップというのはこれはもうあのポルシェ、えー、ですね911かな、えー、の車のはほぼワンメイクです。911の GT 3かなんかだったと思いますねそれで、まあ、あのポルセス・パーカップというのがこれ、えー、あってそれの第2戦でそれと女性ばっかりの、えー、W シリーズというのがこれ2年前2019年からスタートしてるんですねでこれで、えー、去年はコロナですべて中止になってで今年また再開したと。 えーまあ、女性ばっかりの,あのレースとかねそういうのは日本の方が多分ちょっと前からそういうレースとかやってますよねでも今までまあ、あのー、このダブルシリーズ出てるドライバーでも、えー、結構いろいろ F4 とか F3 とかそういうところに出てる人もいます。 でそれを今回、まあ、女性が男性の中に混じってこうねレースをするとかいうのが、まあ、F4 とかね F3 に出るとそうなるんですけど、えー、今回はもう女性ばっかりの、まあ、2年前にね、えー、女性ばっかりのそういうシリーズをやろうということで始まってるダブルシリーズそれの第2戦でねこれにね実は 女性のドライバーとして日本人の小山美希選手、えー、なんと所属はですねレッドブルグローバルアスリートという、えー、まあまあ,あのレッドブル角田選手も同じねレッドブルグループのそういう育成レッドブル育成それの、えー、まあ所属ということで、えー、結果はあ6位。 でしたねえー今回えー、12位スタートやったかな12位スタートで6位というね、えー、まあまああのー、すごく頑張ってえっ、ー、と車自体はね F3 の車ですわフォーミュラーカーで、ねえー、なので、えー、まあまあ一周だいたい F1 でね今回もう1分3秒4秒5秒という。 えー、予選タイムがね、えー、3秒台4秒台5秒台、えー、という感じなんですけど、えー、F3 の場合は、えー、まあこのダブルシリーズもそうですけど大体ね1分30秒ぐらいです前後ですね。えー、それで、えー、まあレースみんなが争うというのも僕ちょっとね <laughs> 今まで。 あんまりこの女性ばっかりのドライバーのー実はそういうレースっていうのはあんまり見たことがっていうかまともに見たのは今回初めてかな。うん、でねうんやっぱりあの何て言うんですかねこれはねもう先入観やと思うんですけど、うん、あの基本的にはこう綺麗に走るなというね 感じまあでも時と場合にはこうガッとこうガッツ出してこうね突っ込んでいったりとかいうところもたまにこうね垣間見えるところはありますけど基本的には何かすごいこうまとまった感じでもバトルする時こうね2台3台サイドバイサイドでこう並んで追い抜きかけるとかそういうところはやっぱりあの まあここはね車に乗ってるんでね基本的には男性女性ってあんまり関係ないのでやっぱりそういう面白さというのもありましたけどうんやっぱりねこういうのはまあこれからねやっぱり女性のドライバーあの例えばえ今ウィリアムズとかも確かテストドライバーでねえー女性のドライバーを確か開発のテストドライバーかな開発ドライバーとして。 契約してるる人ととかいると思い思ますけどやっぱりそういうのもねどん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 こう幅を広げていくっていうのはすごくいいことですし、えー、ただまあ肉体的に何、えー、て言うんですかねやっぱりこうすごい F1 フォーミュラーカーの場合特にですけども G のかかり方が半端ないんで、えー、なので、まあ、そういうところがどこまでこう耐えられるかというところがね うん、やっぱりそこにはその男性女性のやっぱ体とかねやっぱりそういう肉体的な作りの強さ強度そういったものの差は出てくるかも分かりませんけどね。うん、でも、うん、このねダブルシリーズっていうのはサポートレース初めて見てああよかった面白いなというなんかそんな感じがしたんでちょっとちょっと喋っとこうかみたいな。 感じになりましたで、まあ、あのー、小山美希選手ね是非、えー、頑張ってもらってね、えー、いい結果を残してもらいたいなまあたまにちょっとねそういうのも私もこれからちょっと意識をしてみようかなと思うんで、えー、また、えー、動画でお話ししたいと思います。 でねさっき言ったこのもう一つのポルシェスーパーカップこれはもうポルシェのさっき言ったように、ね、ワンメーカーなんですけどこれもね、あのー、基本的にフォーミュラーカーじゃないのでタイヤがちゃんとボディに隠れてる一般のその普通のねポルシェ911なので、えー、そういう意味ではあのレースとかねこれもねだいたい1分30秒ぐらいかなタイムアタックでね。 なので、えー、速さはそれはもう F1 に比べたらやっぱりこう見ててもね速さというのは、えー、そんなにこう感じないんですけど F1 と比較するとねただ面白さがちょっと違うところにあるなと思ったのがレースが始まってね決勝を見てると。 やっぱりこう車がねサイドバイサイドに並んでコーナー曲がる時にねもう普通にこうガンこう押,し押しくらまんじゅうみたいになるんですよこうやってこうがガ,ガンガンガンって。なんかねそれって F1 では基本そんなんなったらタイヤがタイヤの上に乗ったりとかで車がね、えー、まあ今までもこう車が中1回転宙返りするような感じになったりとかねそんなんもこうあるんでそういうところは 基本的にはないんですけどやっぱりねポルシェのスーパーカップ見てるともう普通にゴーンとこうあ当てに行ってるようのもちょっとあれかも分かんないけどもうそうなったらこうその接触がねなんかこう押しくらまんじゅうみたいな感じになってであのストレートとかねカメラアングルで正面からこう向こうから来るのバーッと見てるとですね え何こうヘッドライトの,あのポルシェのちょっと丸いこう感じがねなんかこう可愛く見えるんですよすごく <laughs> それがブワーッとこう何台も横に並びながらこう来るとかね <laughs> なんかね可愛さと F1 にはないそういう,こうレースの仕方っていうかスタイルの面白さうんこういうのもちょっとこう あってであとねこれモービルワンというねそこのオイルで新しいこれから先を考えて要は少しでもモービル1というかエンジンの,そのオイルとかねそういったものも自然に優しいものというのをいろいろ研究してるオイルを使ってのレースとかやってるみたいなんで。 これはこれでまあそういう趣旨も含めてねいいねと思いながらちょっと見ててこうニコッとねなんかこうむストレートをですね向こうからビヤッとこうくるのがですねいやーかわいいなこれって思いながら、えー、見てました。というまあちょっとこう F1 とは違うね、えー、楽しさあ面白さそういうのもあるんでまあこのサポートレースですねこれも。 ちょっとこうね、えー、これは僕はあの普段ダゾンで見てるんですけどダゾンでもしね、えー、契約されてる方とかは是非、あのーえー、見ていただくと、えー、まあまあ興味ない方はねちょっとあれかも分かんないですけどまあでもねすごくいやこれは面白いなと思って、えー、見ておりました。ということでまあ こういういサポートレースとかもね、えー、含めて、えー、そのカーレースを楽しむというのもなかなかいいんではないでしょうかということで、えー、今日はここまでです。はい、いどううもありがとうございました。